ガルフストリーム G280 ガルフストリーム G280 ガルフストリーム G280 はイスラエルのイスラエルエアロスペースインダストリーズのライセンス下でガルフストリームエアロスペースにより生産される双発のビジネスジェット機である利用者へのデリバリーは2012年に始まった塗装前の飛行2005年ガルフストリーム社と IAI 社は ガルフストリーム G200 の後継機を開発し始めた。新モデルは G250 と名付けられ、2008年に市場投入された。計画された改善点には、新しいグラスコックピット、エンジン、より大きな翼、氷結防止のための翼前縁部の加熱がある。主翼や尾翼の空力デザインとインテリアデザインは、ガルフストリーム社が担当した。 細部のデザインは IAI 社がガルフストリーム社の要求に応える形で実施された。この機体はガルフストリームがデザインした機体として新しい形式証明を受けた。G280 のキャビン G250 には複数の改善点がある。胴体の外寸は変えていないにもかかわらず、後部胴体の燃料タンクを除いたことで利用可能なキャビン内部が 43cm 伸びた。 他にも新たな HT-K7250G エンジンやより大きな水平、垂直スタビライザーを備えた T 型の尾翼、エンジンの圧縮空気による翼の氷結防止機能、キャビンの窓が4つ増えたこと、キャビンから荷物室に直接アクセスできるようにしたことなどの点がある。G250 はボンバルディア社のチャレンジャー300やセスナ社のサイション X と競合する。 胴体、尾翼、ランディングギアは IAI 社が製造し、翼はスピリットエアロシステムズ社が製造し、機体はイスラエルで組み立てられる。それからテキサス州ダラスへ空輸され、インテリアの仕上げや塗装が行われる。G250 の翼は G550 の翼をもとに改良した新デザインであり、翼の面積は、 ガルフストリーム G200 の34平方メートルから46平方メートルに拡大している。これにより G250 は高度1万3000メートルへまっすぐに上昇できる。新しい翼は G20 例のマッハ0.75に対してマッハ0.80で巡航できるようにデザインされている。g 百五十は二千九年十二月十一日にイスラエルのテルアビブで 処女飛行を行った。2011年7月、ガルフストリーム社は G280 は特定の文化圏では G250 よりも受け入れられやすい数字の並びであると判断し G250 を G280 と解明した。中国語では250という数字は愚かやバカという意味に取られかねない。G280 は2011年12月に イスラエルから仮の形式証明を受けた。2012年7月、FAA は G280 の電気系統に問題はないと保証できないとの特別予見を公表した。最終的に2012年9月4日、イスラエルとアメリカから形式証明を受けた。飛行試験計画の後、2011年に G280 は4人の乗客を乗せ、NBAA が定める。 軽機飛行方式での燃料残量を守った上で、マッハ0.8で 6667km 飛行できることを証明した。G280 はロンドンからニューヨーク、シンガポールからドバイへノンストップ飛行できる。バランスの取れた離陸滑走距離は G20 0の 1512m から 1448m へ短くなっている。 ガルフストリーム社の関連する開発、ビルキャリー、20、20、ガルフストリーム G280、アビエーションウィーク、ビジネスジェッツスペシフィケーションパフォーマンスデータ。ビジネスコマーシャルアビエーション、アビエーションウィーク、メイ2015、a b g ース g 2 5 0ターゲッツザラージスト、キャビンロンゲスト。フライトインターナショナル、オクトーバー号。 2008ガルフストリームローンチズ G250 セット2ドミネートスーパー MID サイズセクターフロム2011フライトインターナショナルオクトーバー5 2008 ABNBAA 2008ガルフストリームのハウブイズ G250 パフォーマンスクレイムスフライトインターナショナルオクトーバー5 2008ガルフストリームスコアーズダブルウィンウィズ G280 G650 Certification.I Online.October 2012 ABC.Flying the Gulf Stream G280 Aviation Week and Space Technology.October 29 2012 Delany.Chelsea Ostroa.John Spirit Aero Systems 2 Transfer Talsa Wing.Business 2 Triumph Group. ウォールストリートジャーナル、一瞬0099から9660、リリーブド2016年12月20日、ガルフストリム G250 パフォームズ、ファーストフライトサクセスフリー。フライトグローバル、ディセンバー11、2009、ガルフストリムリーネイムス G250。ガルフストリム、ジュライ18、2011、ガルフストリムリーバランズイッツ G250 ザ G280。 フライトグローバル、Global, 19時代2011、AB サースフィールド、ケイト、イスラエル &USA グラントフルセルタフィケーション、フォーガルフストリーム G280。フライトインターナショナル、FAA ウォーンズオブガルフストリーム、エレクトロニックセキュリティギャップ。GPO.GOV、ジューン28、2012、ガルフストリーム G280 ポイスドフォー、セルタフィケーション。 ガルフストリーム、オーガスト15、2012、ガルフストリームデモンストレイツ、インプルーブドパフォーマンス 4G280。ガルフストリームエアロスペース、オクトーバー9、2011G280 スペシフィケーションズ。ガルフストリーム、2015、デビッドエスラー、ハネウェル S スーパーミッドサイズ HTK7000、エンジン。ビジネスコマーシャルアビエーション、アビエーションウィーク。 ありがとうございます。